べえやつが出てきたら大鳥ですかねめっちゃ長なるぞこれの話な。これを語り出したら長いよ。これで一本いけるよ、ね、いけるぐらいの話ですよ本当に。真の侍ビスティから出た題なんですけど、これがもうすごいの、出演者が あのすごい豪華なの。俳優が千葉ちゃん出てるやろ。マサト出てるもん。ああそうだよ、出てた出てた。だって永瀬でしょこれ。ああそう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 、だからそう。あとあの人が出てくるの、笹野。ああ、たかしね、うん、が釣りバカの運転手の人でしょ。そう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 、ね、あの、うん、あれなの、農民たちが集まってどうするかどうするかって言ったら、笹野さんがやるべすって言ったら発展するの。するやるべす町みたいなところはあったから、確実に。なんだけどこれが何がすごいかっていうと、まあ、噂ですよ、うんうん、これを、まあ、すごいそうそうたるこの出演者じゃないですか。すごいですよ、ね、だから黒沢のリメイクの映画をやりますって言って、うん、集めて各事務所にも行って、ちゃんと本当に映画らしきものは、うん、2日だか1週間だか実際すげえちっちゃい劇場で、はいはい、あの上映もされたんだけど、うん、あの映画をやりますの体で同時に、うん、他作ってるの使ってる映像ほとんどリーチだからね。だまし打ちじゃないけど、パチンコドッキリの手法だもんね。怒られるで、でもそしたらさ偽ロケを観光みたいな。そういや、そう本当やで、ね、でもあのアリバイはあの一応劇場公開されてるからかかっていう映画のやりますの体で、でもこのビスティっていうかフィールズ側にしてみたら、もうパチンコ台作ることがもう主の目的だからっていうのが透けて見える台で、すっごいのがね、これがね主題歌ローリングストーンズ。当たったらジャンピンジャックフラッシュとサティスファクションのどっちかがかかんの。これ多分俺はね、俺の予想はミック・ジャガーもキース・リチャーズもそのことを知らないと思う。そんなことジャパニーズのパチンコ台で当たったらね、そんなジャンピンジャックフラッシュが流れるなんて、あってはならない、あってはならないことなんですけど、これがね多分ね昔の60年代ねアブコっていうところが権利を管理してて、アラン・クラインっていうね、はい、悪いやつがいんの、はいはい、そっちすごいね、ビートルズのマネージャーもやって、ローリング・ストーンズのマネージャーもやってるっていうね、本当世界トップワンツーのロックバンドを、ね、手玉に取った、ね、詐欺師がいるんですけど、はい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 、多分その頃の音源だから多分使えてたんだと思う。お金さえ積めば多分使えるっていうね。七人の侍すごいわ本当。ね、でも内容はね、チャートのフローは、と絵柄の感じは完全に凶楽の仕事人ですから。あそういうこと、ね、丸パクリと言ってもいいぐらいの感じの、はい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 、で熱くなったら多分実写に行って、本当だやるですって言って、本当だ役物が出るんだよね。多分ね、多分そうやるやつ。あそっか、剣もフラッシュもあるもん。そうそうそう、完全に仕事人だ。そうそうそう、あそうなんだ。パチンコ業界お金あったんだよな。すごい、今ほんとしみったれてるもんな。本当、すごいわこれ。あとまあいろいろありますけどね。